はい、皆さんこんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。尺八奏者のクジラ岡徹です。今日は尺八の教則本、以前も動画でおすすめの尺八教則本っていうので紹介した教則本がね、いくつかあるんですけれども、その中で僕がずっと愛用している菅原国吉先生が制作されたなるほど座尺八ですね。これ登山系と金庫系があります。で、このなるほど座尺八の改訂版、はい、これですね。はい、この改訂版っていうのができたのを知りまして、じゃあどこが改訂されたのかっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、なるほど座尺八、これ初版が2000年なんですよ。20年前、2000年に初版出て、これ初版のものです。だからもう継ぎはぎだらけでボロボロなんですけど、生徒さんには登山流を勉強したいという方にはこれで買ってもらって、で、金庫流の勉強したい人にはこれを買ってもらってね、やってもらってます。うん、僕基本的にはね、登山流の教科書で教えてるんですけれども、たまに金庫流の本曲が吹きたいからとか、金庫流の譜面で3曲やりたいからっていう方にはね、これでやってもらったりします。で、まあどちらでもいいっていう方には、割と五線譜と共通することが多い部分で作られているので、登山流でやってもらったりしますね。で、登山流で勉強してる方も、金庫流の譜面が読めるようになりたいっていう方がいたりして、そういう時には改めてね、これを購入してもらってます、やっぱり。うん。で、なんでね、この教則本を購入してもらってるかっていうと、やっぱりちゃんとまとめられてるんですよ。しっかり体系的にこう順序よくまとめられてるし、説明もしっかりされてると。で、この本に関して疑問を抱いたら、僕もこの本に対しての答えがしっかりできるんですよね。質問に対する答えが僕もしやすいですし、僕もこの本に従って説明していくので、忘れていることとかがあったら、ここにこう書いてあるよねっていう風な感じです。僕も説明しやすいんですよ。だからこういう教則本ってね、めちゃくちゃ大事なんですね。なので、独学の方も購入することをお勧めします。で、理由は今みたいな感じで、質問しやすいんですよ。当たり前のことを、言ったら、ロツレチ派って何ですかみたいな質問とかしちゃうと、いや、教則本買えばわかるよっていうお話だったりして、自分がね、質問するためには、質問者が答えやすい知識を持った上で、聞きたいことを聞くと。だから聞けるようになる上手さっていうのも意外とあるんで、教則本は重要です。だから独学で頑張ろうっていう方もぜひね、購入してくださいね。おすすめしますんで。はい、すいません。で、じゃあ本題に入ると、尺八の吹き方とか理論とか、そういったものの変更はないです。まあ、やっぱりそういった土台身になるところがね、コロコロ変わると、やっぱり、著者もね、菅原先生のその理論みたいなものがコロコロ変わるわけはない、コロコロ変わるっていうか、そういうのはないと思うんで、まずそこの一貫したものがしっかりあると。スタンダードなところが抑えられてるって感じですね。うん。何が変わったかってことですよね。何が変わったかというと、収録されている曲の数が15曲増えました。そして、テキストだけで販売されてるのと、あとこれに CD、模範演奏とかギターの伴奏がついた模範演奏の CD がついてるバージョン2種類あったんですよ。テキストのみと CD 付き。それが改訂版によって、テキストのみと CD、DVD 付きっていう風になったんですね。はい。それで値段は変わりません。今まで通り、テキストのみだと2400円で、CD、DVD 付きも4000円のままです。この改訂版っていうのに気づいたのは、生徒さんのために教則本取り寄せたんですよ。そしたらそこに改訂版っていうのがついてて、改訂版っていうのがついてて、それで初めて知ったんですね。え、改訂されてると思って。2021年の6月に7版として改訂版が出てる。7版だけど、もしかしたらその前の6版、2020年ぐらいから改訂版ってあったのかなとかって思って、その時はね、ちょっとわからなかったんですけど、いろいろ菅原先生に直接お話しする機会があったら、2021年に改訂版作って6月に出そうとしたんだけど、ある事情により12月に遅れ込みましたみたいな。そして、この金庫流の方の改訂版は、この4月に出るそうです。で、僕早めに注文してたら、これ早く3月末に届きました。金庫流の改訂版も出てます。じゃあなんでね、6月から12月までずれ込んだかっていうと、やっぱこれですよ。この DVD が大変だったらしいです。 DVD の編集、制作編集に思いのほか時間かかったっていう話です。ってことは内容すごいしっかりしてます。僕もちょっとね、中身拝見したんですけれども、テキストだけで
僕は十分わかりやすいなと思ってるんですけど、テキスト見てや上で、DVD 見たらもっとわかりやすいです。そりゃそうですよね。僕、尺八吹けるから、なんかテキスト読んだらこういうこと言ってるんだなってわかるんですけど、普通の人は尺八吹けなくて読みますもんね。そしたら、やっぱ何言ってるのかなとか、文字だけだと想像つかない部分ってたくさんあるはずなんですよ。で、重要なことなのに、なぜかスルーッと読み飛ばすってことって意外とあるんですよね。それをね、この DVD で映像を見ながら、実際にこうやりますみたいなアクション見ながらテキスト進めていくっていうのはすごいわかりやすいんだなって思いました。なので DVD いいっすよ。本当に。で、もうね、すでに持ってるっていう方も実は買えます。菅原先生のウェブショップ、菅原先生のホームページから行けるウェブショップにこの DVD だけの1000円っていうのも売ってるんで、もしよかったらそれもう購入してください。もうすでにテキスト持ってるって方はそれおすすめです。見ておくのはすごい大事になりますね。初心者の方、あと中級者、まあ、ちょっと吹けるけどなんか少し自信がないなっていう方は改めて自分の知識の確認として購入してみるのはおすすめ、本当におすすめです。もともとこのなるほど尺八には50曲も耳なじみのある曲が収録されてるんですよ。で、中にはね、やっぱ知らない曲とかってもあるんですけれども、やっぱ教則本で重要なことっていうのは何かっていうと、譜面の読み方を学ぶってことなんですよ。だから知ってる曲だったら譜面を読まなくても、譜面の読み方を学ぼうとしなくてもなんか覚えてるから吹けちゃうってことが起こるんですね。それだと譜面を読む練習とか譜面の読み方を学ぶ練習には全くならないんですよ。知らない曲を、あ、こういうリズムだな、こう書いてあるからこういう風に吹くんだな、こういうリズムになってるんだなっていうのを学んで、実際吹いてみて、あー、なんかこのメロディー聞いたことあるぞってなるのが結構目的だったりするし、あとは全然わかんない、聞いたことないけどどうやらこう書いてあるとこういうメロディーになるんだなっていうことを知るのもすごい教則ボンドで学ぶべきことなんですね。私知らないっていう曲も吹けるようになるとすごい大事なことです。それを学べますからね。で、もともと50曲あるんですけれども、その上で15曲さらに増えました。で、15曲増えた中にもう 名曲と呼ばれるスバルとかが入ってたりとか、スバル、若い人は知らないかもしれないですけど、谷村新司さんのスバルですね。であとはサマータイムがジャズのね定番とか言われてるな、サマータイムも入ってたりとか、あとはもうジブリの君を乗せてとか、もののけ姫で、このあたり、アメージングレースも入ってましたね。練習曲みたいなのが増えてるのってすごくいいことだと思います。この教則本の曲練習してちょっと吹くだけでもなんか意外と喜ばれるんじゃないかなっていう曲が揃ってます。15曲増やすって結構大変だと思うんですよ。いろいろな権利関係、もう事務的な話になるけど、権利関係の処理とかね、そういうのものすごい大変だと思うんですよね。結構気軽にね、知ってる曲をあれして楽譜にしてほしい、あれほしいとかっていう話はよく出るんですけど、まあ面倒なんですよ。まあ大変なんですよ。それでそれをね、わざわざ尺八を吹くっていう、こうなんか市場もね、なんとなく寂しくなってきてる中、そういったところにね力を入れるっていうのは本当尊敬します。大変なんですよ。そうだ、若い方でもポップスの販売、楽譜にして販売してますとかっていう方いらっしゃるんで、もうもしよかったら本当そういうところからもね絶対買った方がいいですよ。応援になりますし、売れないと新しいものとかいいものってまずできないんで、要望だけ言ってても要望は叶わなくて、やっぱりそこに市場があるとかビジネスのチャンスがあるってならないとやっぱ成長していかないんでね、そういったことでね、やっぱ楽しむ人も一緒になって楽しむ世界、次の人が楽しむ状況っていうのを作っていかなきゃいけないななんて僕はいつも思ってるんですけれども、ちょっと話にそれました。こういう教則本の存在ってすごい大事で、改訂するのとかってすごい大変なんですよね。やっぱり尺八の業界っていうのは たくさん初心者が増えるっていうわけでもないし、そこに向けて教則本作るのって結構な苦労だし、で曲を増やすっていうのも手続きが多かったりしてすごい大変なことだと思うんですよ。だからすごいなと思って、もうすごいなと思ったので紹介してます。
勝手に紹介してます。で、一応ね、紹介していいですかっていうふうにメールでは聞いたら、いいですよって言ってくれたんで、勝手にではないんだと思うんですけれども、社会事業界がね盛り上がっていくためには、こういう入門のための教則本の充実すごく重要だと思います。楽器の充実もねもちろんなんですけれども、じゃあ手にした楽器でどうやって学んでいくかっていうのはすごい大事なんで、この教則本改訂されたのがなんかすごくいいことだなと思ってます。またね、入門者にとってやりやすい楽器っていうのもこれからなんか増えていきそうですし、ぜひね、尺八楽しく吹くっていう仲間が増えたらいいなと思ってます。僕もこの動画でワンポイント動画で、お手伝いできたらいいなと思ってますんで、ネタ切れってわけじゃないですよ。最近動画出してないですけど、ネタ切れってわけじゃなくて、どう説明したら伝わるかなっていうのとか、今まで僕が話してきた内容を改めて見直すと、これはいいけど、これはもしかしたら間違った解釈を生んでるかもしれないななんていうお話もあったりするので、そういったところも改めて説明していけたらいいななんて思ってます。皆さんね、尺八楽しく吹くお手伝いができたらいいなと思ってます。はい、そんなところで今日は20年の時を経て改訂された、なるほどザ尺八、尺八入門の教則本、なるほどザ尺八の紹介をさせていただきました。購入できるリンクは概要欄に書いておきますので、ぜひそちらからお求めいただければと思います。そんなところで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。